県内では昨日新たな感染者は確認されませんでした。感染者がゼロとなるのは4日連続です。入院は3人で、このうち重症は2人、病床の使用率は0.5%で、自宅療養が1人となっています。県は引き続き気を緩めることなく、不織布マスクの着用など基本的な感染対策を徹底するよう呼びかけています。